皆さんこんこにちは山中です、えー、今日ですね、えー、ちょっとあの今前回もちょっとカバーしたんですがアメリカで、まあ、多分一番毎日毎日話題になっているニュース日本でも特にね流れているニュースなんですがアメリカの全米規模の大学でまあ至るところであのイスラエル・ハマスの 要はイスラエル側が、まあ、あのネタニヤフ首相ですね、まあ、ガザでのもうちょっと前で3万5千人以上、まあ、ある意味虐殺されていると一般市民がそのうちのう、まあ、大半を占める当然、その中にはあの現在前回私も話した段階で ハマスの戦闘員は約5000人ぐらいはその3万数千人の中に入っているということなんですけれどもそうするともうほぼ圧倒的あそこは民間人がいっぱいいる中にハマスが隠れてるって構図がもう何十年も続いてるわけでまずそこでハマスを殲滅するというのがこのネタニヤフ首相の考えですから。 そうなるとあれだけのしかし毎日毎日もうガザでのねあれだけ世界最大の密集人口密集地のところへ爆撃とそして地上軍による侵攻でこれもほぼ無差別に一般の民間人子どもや年寄りを含めて殺害が起きてる毎日毎日この映像が CNN のあたりでも流れてくるわけですよ。要は中東系のあいたメディアだけじゃなくてね でまた今あの、あそこに住んでる人たちもみんなあのスマホを持っていますからそうすると、そのあらゆる惨状がです、ね、世界中に拡散されているそうなりますと当然、いろんなところで世界中でいろんなそれに対する抗議デモが起きていてアメリカの場合やはり,やはりあの大学の学生たちが一番声を上げて最初はコロンビア大学ですねニューヨークのコロンビア大学。まあ、こののコロンビア大学というのは えー、まあニューヨークのおにある皆さんもご存知ですね一番うニューヨークではトップの大学ですだけじゃなくてまあアイビ b リーグうハーバードスタンフォードイエールこういった中の一角の中でもまあ一番有名なのは大学の学費がねアメリカのアイビーリーグで一番高いんですよ8万ドルって言いますか1000今そうすると200万ぐらいなのかな年間ですよ 高いあのハーバードだとかいうところに比べても高いそういった非常にあのお金持ちしかまず第一に行けないそれとあとはあ金持ちだけじゃなくて、えー、優秀な学生はみんなあのアメリカの場合あ,のあれが奨学金があります日本でいう学生ローンじゃないんです日本はあの奨学金という名前のローンじゃないですかアメリカはそういうのもあるけれどもそうじゃなくて返さなきゃいけないのもあるけどそうじゃない。 えー、優秀な学学生は完全、まあ、あ奨学金というしか、えー、まあそういうのがあるんですがしかしねここへ来て総括的なところを言えばあの今あそこで、えー、起きているハマスイスラエルに関しても毎日ね選挙を刻々と向いててそして今これ私がやってる収録してるのは連休明けですけどねここで出てきたのも一応アメリカ あるいは第三国が仲介して何とかあの調停を進めるということで動いているんですがあ双方の要求ハマス側イスラエル側との間でかなり隔たりがあるそしてそれを何とか、えー、イスラエル側にも譲歩ハマス側にも譲歩した内容で、えー、アメリカ側もこう調停をオファーしているんですが。 そしてハマス側はなんとかね受け入れてもいいというところへ来ていもてもまあイスラエル側はそれに対してえまだこれでは全然十分ではないので依然として戦闘は継続するよとそしてラファーと言われるねあのまあすぐ隣にあるこれもものすごい100万人以上の人口を抱えるところへの攻撃をもうするんだとこういう話をしてますから。 えー、もういずれにせよ、ね、もう背後にいる最大の、まあ、ヒズボラとかそういうのはあるけどやはり一,一番後ろなのはイランであり、ね、イランとの全面戦争まで行ってもいいんだぐらいのことはイスラエル側いわゆるネタニヤフ政権は言っているあのネ,ネタニヤフさんという人はるかにもっと極右の人たちがあの政権を支えているメンバーなので。 彼自身が人気がないとか、まあいろんな意味で、あの、アメリあのイスラエルの国内の中でも。非常に支持率が下がっているということを。まあ加味してもですね。まあ彼がじゃあ、と覗いた後にもっと極右の人が出てきちゃったら、どうなるんだというこれ懸念はあるわけです。でアメリカ側も、もうずっとここ、バイデン、えー、ブリンケン、えー、国務長官、こういった人たちが来て。なんとか、あまあここ来て、確かに。 えー、弾薬ね、うん、あのいわゆるあの弾薬の供与はもうしないよと今後ねこれしかしやっても、うん、あのネタニーフの,あの声明を見れば関係ないと俺たちまでやるんだとこういう話ですから、えー、ただ完全に武器弾薬を止められたらですねアメリカ要はアメリカ一国ですからあそこにあの供与してるのはね。 でそんな世界中から今、非難がアメリカに行っているわけです、そしてアメリカ国内の中からそれが主に学生から起きている、ただこれは当初言われた通り、コロンビアだったり、こういった、ね、UCLA だったり、こういったトップの大学が多いんですが、これらの学生だけじゃなくて、やはり相当な数の学生以外の活動家、パレスチナ運動のいわゆる新パレスチナの活動家は入っていると言われて、これは事実でしょう。 えー、3割ぐらい入ってるとも言われている、うん、だけどもこれもねいろんな人たちがコロンビアの大学の中で、えー、当然のことながらコロンビアだけじゃなくてアメリカの大きな大学の中でちょっとこうね僕はこれは多分日本のメディアでもねあまりこの点は報道されてないと思うんですね。えー アメリカのこれらのトップの大学というのはトップだけじゃないんですがまあアイビーリーグはじめ、えー、大きな大学はねほぼほぼすべて中国共産党政府からの資金が入っていますこれも例えば30年単位ってことなんかになるとこれエポック・タイムズなんかでも出てますけども3ビリオンつまりね 約5000億円ぐらいの金が流れてるしこの10年でも、えー、これね、えー、この10年で、えー、1.2ビリオンだったかなそうすると2,000億円近いこういった金がということはですよ幅だとになると年間にしてね1億ドルですよ以上が入っている 100, 100億円単位ですよこういうことがあってということはね ここれどういういとか皆さんただ、ね、なぜあの中国共産党政府が、ね、アメリカのこれらトップの大学、まあ、トップ以外でもこうあるんですよね150校ぐらいと言われてますからその大学にこれだけの資金をつぎ込んでいるかという理由はですねまず、これもずっとこの数年言われてきたことは、まあ、当然ですけどアメリカの大学のは最先端の科学技術を研究するあるいは軍、米軍と一緒になってスタンフォードにしてもね えまあ MIT にしても共同研究やってるわけですよそうするとね最新のまあインターネットなんていうの,のスタンフォードのねあの中から軍とのいわゆる技術をそれを民間に転用するということで出てきたわけですよねそういう構図はアメリカ日本なんか全然それないから例えば自衛隊と一緒になって東北大学がやるなんてねまあそういうことはほぼない。 日本の学者の先生方はそれを嫌うということもあるだけどアメリカの場合は、ね、やっぱり軍と政府と大学は軍学複合体じゃないけどね共同で研究をやってるわけですよそうすると、ね、最先端のアメリカの技術はどんどん大学から、ね、チャイナに漏れてるという現実はこれもあるわけですよこれずっと言われてきたことだから。 何もここ最近23年の話じゃなくてね私も一冊目の「アメリカの終わり」でもかなりカバーして書いてますが、えー、そういうことで実際に顧客の金が入るとねまず2つのことが起きます一つは中国人の学者を優先的にこれらのアメリカのトップの大学へ送ってくるんです受け入れざるをえないですよだってハーバードにしたって100億円単位で金もらってるんですからね そうすると、ね、中国人学者5人だ10人だもっと多いかも分かりません僕正確な数把握してないけど相当な中国人のチャイニーズの名前の、うん、プロフェッサーたちいますから、うん、名前見れば分かりますよ、うん、そしてその、うん、いやアメリカ生まれでアメリカの市民の人たちだったらこれ分かりますよだけどそうじゃない中国から要は中国から来たってことは中国共産党政府から怒られてきてるって話ですからねこれはまず第一 そしてもう一つは中国人学生を受け入れるんですよこれどのぐらい受け入れてるかってね皆さんあのちょっと感覚わ分からないと思うんですただ出てる数字いろいろありますで私ね今日それらの数字よりも私が実際にこの目で見たことをお話ししたいんですがね2000年の前つまりあのコロナ2000年2020年ですか起きましたよね2020年20年の その1年前ですか2019年の9月私実はある、まあ、あの日本から経済ミッションがあってそれで頼まれて、まあ科医をニューヨークでね、えー、ご案内して私がこう連れしてこうね、まあ、旅行者のというか日本の、まあ、商工会議所の人たちなんですけどねそういう人たちが来たのをこう面倒見るちょっと役やったことがありましてねその中の,あのツアーのその。かあの あれの中にね、訪問場所の中にニューヨークを訪れた時にコロンビア大学今話題のねあそこを訪問して中をこうキャンパスこうずっと歩くツアーを、まあ、皆さんもう506070代の経営者の方ばかりですもう成功されてねお金も持った豊かな方々ほぼそういう人たちがあの銀行さんのあれでね行くってツアーがあって私はあのそれのまあ頼まれてね えー、まあボランティアですけど、ね、いつものように僕がやってき何十年もやってるんでねそういうことをね、えー、日米交流の一環としてやってきてるそしてその中でねそう9月なんですね9月ってアメリカはね入学式なんですよ。アメリカは9月入学の5月でいわゆる卒業式になりますから6月は大体卒業式ねそうするとね行った時ねずらーっとね200人以上ねあの 要は入学式に参加する学生たちがですね並んでるわけですよ先生ねこれ聞いたらこれね MBA コロンビア大学まあ大きいからほ何万人も生徒いるんでその中の学部で MBA まあ超難関ですよコロンビア大学の MBA 私の空手の弟子もコロンビアの MBA 出たのはおりますけどね非常に優秀ですようんそしてその彼らのねパッと見て驚いちゃった私は。 ほぼ95、6%全部アジア系なんですよ。アジア系。でね、アジア系、えって、昔、僕が知ってる10年、20年、30年前っていうのはね、NBA にしてもね、そんなによかったわけで、まあ、確か日本人なんかね、ハーバードの NBA だとか、どこだとかって言いましたよ。だけどね、そのほぼ大半は白人生徒なんですよ。そして黒人パラパラ、アジア系はパラパラ。 私が行った4年、たった4年前でしょ5年,あ ?5 年前か、2019年ですからね。で、僕のパート、近くに行ってね、聞いたんですよ。あなたたちどこから来たんですかってね。あ、We are all from China. 我ら全部中国から来てますと。おったまげましたね。いやいや、これが今アメリカのトップどころの大学の 現実なんですよ、ええ、でもこの1年だけじゃないですこのことはずっと続いてるってことですよそしてそうなりますとねこう分析記事でこういうのが出てきてるどういうことか今これだけねバーッていってね、えー、昨日もあので出てましたね、あのー、真相ニュースだったかな私はあんまり見ないんだけどネットでた、ま、パッと見たらたまたまジェラルド・カーティスというね、あのーまあ、教授 今コロンビア大学の名誉教授ですよ50 60年ぐらい日本のほぼ1 5 6人の日本の首相と会ってる人ですよ。まあ、ジャパンハンドラーズの,、まあ、あのコロンビアとかあの辺は巣屈ですからその中でも日本通つまりアメリカのシンクタンク大学日本を研究するそのところの一番大所の方でしょうねこういった方なんかがよく、まあ、だって1回の大学教授が日本の首相柔軟に会えるわけないじゃないですか。 アメリカの国務省だったりそういうシンクタンクと非常に深いつながりを持ってそことのあれでこういう人たちってやっぱりねいるんですねまあ有名な皆さん知ってるのはアーミテージさんとかねジョセフ・ナイさんあ彼も確かハーバードだったかなジョセフ・ナイさんなんかもね教授で長く日米関係外交関係に関わっている人たちこういう人たちの中でも言ってましたけどまあそれぐらいただ今出てきた最後のポイントとしてお話したいのは。 中国共産党政府が今回の,このパレスチナの暴動の中にかなり影響を与えていてそしてこれは単なるイスラエル政府に対するパレスチナのいわゆる用語デモだけではなくこのジェラルド・カシュさんが言ったのはあれは60年代ののベトナム反戦全米規模で巻き起こったあの大学を巻き込んだ、ね、ものすごい学生の道だったんですね。日本でも知っている方がいる方と思う あれに匹敵するあれを思い出すもしかしたらそうなるんじゃないかということを言ってましたがもう一つの別な見方としてはこれは背後に中国共産党政府がいてこう火をつけてアメリカの中における文化大革命を起こそうとしてるんじゃないかこういう見方も出てきているということで、まあ、ちょっとその辺についてもまたちょっといろいろな話を今後この後にでもしていきたいと思います。えーそれではこれが どうも今日はありがとうございます。